うも俊介です。今回は人生を変えるお金の使い方と4つのコツというテーマでお話ししていきます。お金って毎日使いますよね。どんなに使わない人でも1日1回は絶対に使っているはずです。そんな毎日使うこのお金を工夫して使っていくことができれば、塵も積もれば山となると同じで、人生も少しずつより良くなっていきます。この動画を見てくれているということは、今の自分の人生に対して何かしらの不安や満足いってない部分があるんだと思います。この先どうなるんだろうとか、このまま今の仕事場だけで働いているだけでいいんだろうかとか、こういったちょっとした心に引っかかる何かがあるんですよね。でもその心にあるイガイガを放っておいたら、それこそ限られている時間を無駄にしてしまいます。そのままズルズルいってもう手遅れなんてことになりかねません。せっかく心がこのままでいいのっていう自分の本心を信号として出してくれてるのに、それを無視してたらもう末期で手の施しようがなくなってしまう可能性があります。そんな人生にはしてほしくない。ということで今回はそんな人生に対して少しでも不安や悩みを抱えている人に向けて、毎日使っているお金の使い方を工夫することで人生をより良い方向へ変えていく、そのための4つのコツを紹介していきます。これまで読んできた本やお金のセミナーで得た知識の中で、これすごいなってやつを厳選して解説していくので、楽しみにしていてください。またこのチャンネルでは人生を変えるを軸に考え方やノウハウを発信しているので、自分の人生をより良くしていきたい人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速4つのコツに入っていきます。いきなりですが、おそらくあなたは将来成功してお金持ちになる可能性が高いです。なぜなら熱心にこうやってお金の勉強のためにこの動画を見ているから。そんなあなたに一つ目のお金の使い方のコツです。それは迷ったら形のないものにお金を使うこと。ここで言う形のないものとは、教育や知恵、外見など自分自身を高めるものです。かっこいいお金持ちの人は結構物が少ないという人がいます。例えばホストのローランド、ローランドの家を見たことがある人はわかると思いますが、本当に物が少なくシンプルな家になってます。これもローランドは形のないものにお金を使っている証拠ですよね。ローランドの場合、みんなも周知の通り外見にもお金を使っています。決して車や服にお金を使うなというお話ではありません。ですが自分の格を上げるためには自分自身のスペックを上げていかないといけないんです。そのための方法こそが形のないものを手に入れるということ。あらゆる知識、英語力やコミュニケーション力、マーケティング力などがこれに当たります。決して形としてあるものではないけど、これらがあることで必ずあなたの人生が好転していくものです。いい服やいい車、いい家を持っていても自分の格を上げられると思うかもしれませんが、家や服、車っていうのはずっとあなたと共にあるわけではないですよね。やはり最終的に見られるのは内面であり、あなた自身です。だからこそ自分を高めるためにも、形のないものにどんどんお金を使う習慣を身につけてください。それでは2つ目のお金の使い方のコツです。余分なお金を自己投資に使い切る。あなた毎月の余ったお金をどうしていますか？もちろん貯金ですよね。収入から生活費を引いたお金をそのまま貯金して、好きなことや欲しいことにお金を使うというのが一般的な使い方だと思います。でもその貯金する額のいくらかをほぼ固定費のように毎月自己投資のために使い切るんです。これを続けていくことで面白いことが起こります。それは自己投資でお金を毎月使っているのに、それ以上に収入が増えてお金を簡単に使い切れなくなってくるんですよ。自己投資をしているから自分自身のスペックも上がっていくし、自分のスペックが上がっていくからどんどん年収も上がっていく。そして年収が増えれば自己投資に使えるお金も増えて、さらに自分も成長する。まさに正のスパイラル。このスパイラルを作るために貯金の一部を自己投資に使っていくんです。ポイントは自己投資に充てるお金をあらかじめ決めておくこと。例えば貯金額の3分の1を自己投資に充てるとか、半分を自己投資用のお金として別にするとか、それは自分の裁量で決めてほしいんですけど、毎月どれくらいのお金を自己投資にするのかをしっかりあらかじめ決めておいて、それは必ず使い切るようにしてください。また自己投資として何をするべきかもお話ししておきます。それは今やっている仕事で使えるようなスキルを身につけられる何か。営業の人ならセールストークのスキルを学べるセミナーや本、エンジニアの人ならプログラミングのスクールなどに入ってみたりするのもいいですね。こういった自己投資をしていけば仕事で結果が出やすいし、プログラミングならそのまま副業で自習していって、いずれ本業を超えてしまうかもしれません。まずは将来具体的にやりたいことが決まっているなら自己投資をそれに使ってもいいですが、自己投資って言われてパッと思い浮かばない人はぜひ今の仕事に関連するスキルを身につけていってください。
それでは3つ目のコツです。貯金で安定したら残りで挑戦する。さっき出てきた貯金ですが、貯金に関しても人生をより良くするためのコツがあるので、それを紹介していきます。よくビジネス書や自己啓発本を読んでいると、こんなフレーズを目にします。貯金なんてするやつはバカだ。これ本当によく見かけるフレーズなんですけど、実は半分正解で半分嘘なんです。嘘というか、正確には貯金ばかりするやつはバカだ。これが正しいものです。要するに貯金もある程度は大事ってことですね。長期的に人生うまくいっている人はしっかり分相応の貯金をしています。基本的には自分の年収と同じくらい。年収300万の人なら300万、500万の人なら500万の貯金。確かに人生うまくいく人は勇気を出してどんどん挑戦していく人たちです。でも猪突猛進ではない。お金を蓄えて生活を安定させて準備万端にした状態でいざという時に挑戦する。貯金も自分が人生で挑戦するための大事なお金の使い道です。なので貯金するやつはバカだというのを鵜呑みにせず、生活を安定させるための貯金はしていくことが大切です。その上でもう一つ伝えておかないといけないことがあります。さっきの正しい言い方として、貯金ばかりするやつはバカだというふうに言いました。ここのばかりがミソで、世の中には貯金を趣味にしている人がいます。あなたの周りにいませんか？やたらお金ばっか貯めてる人。自己投資にも遊びにも全然お金を使わずに貯めて貯めて貯めまくる心当たりある人もいるかもしれませんが、これマジでやったらダメです。貯金っていうのは最もお金がかかって最も無駄な趣味なんですよ。貯金が趣味になると100億あっても100兆あってもお金を貯めることに歯止めが効かなくなります。もっともっとって思ってしまうんです。貯金の目的ってそもそも安定で、安定させるためにお金を貯めていく。だけどどれだけ貯めても満足できず不安な気持ちになってしまう。なのである程度貯めていったら、挑戦するためにはみ出したお金は使っていくこと。さっきの自己投資でも構いません。そうすることでさらに人生はより良くなっていきます。それでは人生を変えるお金の使い方のコツ、ラストです。周りのヤジを気にせず学ぶこと。自分の格を上げようとして勉強や環境にお金を使おうとすると、必ずやや言ってくる人が出てきます。そんなことやっても意味ないって。絶対今やることじゃない、もっと楽しいことやろうよ。こんな感じで自分がやろうとしていることを周りくどく否定してくる、いませんか？こういう人。僕は当然いました。でもこういう人は気にせず受け流すことが大事です。なんか言ってきたら、将来の大物が修行中なんだから黙ってろと心の中で思ってください。あ、口には絶対出さなくていいですからね。これを口に出すと相手の思うツボなんです。こういうやや言ってくる人はヤジに対して過剰に反応するあなたを面白がってるから。なのでさらっと流しちゃいましょう。努力して頑張っている人を見ると少し否定したりからかってしまう。これは本能みたいなもので、長期間の努力をして自分の格を上げるよりも身近で努力しているの格が上がらないように足を引っ張る方が楽なんですよ。だからある意味道連れにしようとしていきます。でもこういう心理があるってことを知っていたら、あんまり気にせずに済みますよね。周りがやや言ってくるのは、頑張っているあなたが身近にいると怖いから。それを踏まえてあなたがどんどん頭角を現していくと、今までヤジを投げてきた人は寄ってこなくなります。これがあなたの人生のステージが一個上がった瞬間です。こうして自分の人生のステージを上げていくことができるかが人生の醍醐味でもあります。なので周りの声は気にせず、自分を高めるためにお金を使っていってください。以上が人生を変えるお金の使い方の4つのコツでした。これらを日常から意識するだけで本当に人生が変わっていくので、しっかり実践していってくださいね。それではこれからもこのような動画を上げていきますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。またね。